まけ教室の始まりだボット。はい、こんにちは、トミーです。今日は大田区池上第二小学校の芋川真紀子ちゃんがね、アニメーションのフィルムを送ってくれたよ。それじゃあ見てみようね。いくらなんでも私あんなに大口じゃないわ。まあまあまあ、マキコちゃんはね、ヒカルとナナちゃんのアニメーションも送ってくれた。それも見てみようね。いや、恥ずかしいな。いや、まったくヒカルとナナばかりいい思いして、アタシャ様、僕ちゃんたちもあんなラブルマスがいいですね。お前にはエイリアンがいるだろう。おまけ教室の始まりだボット。さて、今日は隊員たちの家族の中からこの人をピックアップしてみようね。そう、この人がドワルスキーのママ、ワルーニャさん。恐ろしかったね。元ウェイトリフティングヘビー級チャンピオン、空手8段、柔道8段、剣道6段、合気道5段、全部合わせて31段。一時はプロレスの世界チャンピオンにまでなったんだけど、女であることがバレて追放されてしまった。その頃ドワルスキーのパパと知り合い、結婚、そして生まれたのがドワルスキーなんだね。今は地球のグランドキャッスルで定食屋さんをして、ドワルスキーが史上最強の英雄になる日を夢見て毎日を送っているんだ。みんなももし見つけたら食べに行ってるよね。味は保証しないけど。それじゃまたね。おまけ教室の始まりだボット。さて、今日は埼玉県の奥田くんからのお便りで、パトロール隊員に初恋の人はいましたかという質問が来たのでね、パトロール情報部に頼んで調査してもらった。困るな。まず光くんの愛した人。あら、幼稚園の時の京子ちゃんだよ。美人だこと。いや、あの、そのね、あの、これは奈々ちゃんの初恋の人と言ってもお父さんらしい。そしてアターシャの初恋の人、残念ながら画面からはみ出しとる。さあ、そしてドワルスキーそしてこれがセコビッチの初恋の、ど、見た、僕ちゃん子供の時から理想が高かったのよね。初恋の豚のトンコさん。そしてこれが激ガスキー君の初恋の人、いや、人たち。この男の敵。おまけ教室の始まりだボット。さあ、今日は埼玉県鳩ヶ谷市の斉藤誠ちゃんの質問だよ。今までにお嬢ママが変装したフィルムをもう一度見せてください。そういえばお嬢ママは毎回面白い変装するね。ではフィルムスタート。まずは日本調、お次は西洋の貴族風、中国人スタイル、宇宙服スタイル、ラストは酒場のボーイと踊り子姿。これでお客が入るのかね。いやー、お邪魔マンもいろいろ苦心しているようだね。でもさ、なんとなく決まってないよな。ほんとね。そりゃそうだボット、第一顔が悪いボット。あ、そうか。私は顔は決まってると思うけど。しかしそれもお邪魔マン4号だけのようですね。調子に乗んな。おまけ教室の始まりだボット。今日はトンマのマントの正体が知りたいというわらび西小学校3年生の鈴木純子ちゃんと、そのお友達の柴田義弘くんのリクエストに応えて、トンマのマントの正体について考えてみようね。ではタイムマシンで未来からやってきた人間という説、超高性能コンピューターを持つロボットという説、銀河の彼方からやってきた宇宙人だという説、その他タイムパトロール隊員の誰かだという説もある。実はお邪魔マンの中にいるという可能性だってあるね。ではここで君だけに教えちゃおう、トンマのマントの正体は。あ、いや、あの、言いませんよ、またね。おまけ教室
の始まりだボット。今日は愛知県安城市の東田美穂ちゃんのリクエストに答えちゃおうね。あのセコビッチさんの作った時々出てくるちっちゃなメカを見せてください。はい、これはおだてぶた、ヤッターマンの頃から出ているね。今では彼女と結婚して子供から孫までいるんだよ。惜しい星人、善玉の時から登場したんだったね。面白い声でしょ。道場の道場メカだ。そうだそうだの総田長。うそうその嘘かわ嘘メカ。やるんだやるんだのカッパメカ。笑うだけのお笑いガラス。おかしな声のコンピューター占いママさん、声の主をお見せしたいな。にぎやかなお話星人、いつも出ているよね。ピララララのファンファーレメカだ。とまあこういう具合だね。まだまだあったかな。ほじゃまたね。おまけ教室の始まりだボット。はい、トミーです。いつもたくさんお便りありがとうね。今日は三重県四日市市の伊藤明子ちゃんのお便りをご紹介しましょう。あのタイムパトロール隊の司令本部は地球から見てどこら辺にあるんですか？はいはい、じゃあお答えしましょうね。はい、これが地球です。ここから38万キロメートル離れたところに月があります。ずいぶん遠いですよ。人間が歩いて月まで行こうとすると11年近くかかってしまうんです。地球を30個並べるとだいたい月にたどり着きます。近くに見えるようでもずいぶん遠いんですね。タイムパトロール隊の司令本部は地球と月の中間ぐらいにあります。でも残念なことに地上からはちょっと見えないんですよ。はい、じゃあ今日はこれでおしまいです。あきこちゃん、またお便りくださいね。さようなら。おまけ教室の始まりだボット。今日は隊員たちが動物になって登場したが、私もなってみようね。はい、どうかな。さて今日は西武が出てきたけれど、我がタイムパトロール隊員の考えた面白い銃を紹介しよう。さあ君たち用意はできたかね。はい、まず僕のは防犯用海中デレンジャー。アキオ、何するの？お花に水やるジョーゴ、かわいいじゃん。絶対当たる的よりでっかい太いじゃん。こっちは両方いっぺんに撃てるステロガンよ。掃除するの忘れるとこういうことになるの。私のは男性の心を射抜く香水ガン。お前のはただ持ってるだけ。モテんじゃん。おまけ教室の始まりだボット。さて今週は札幌市中央区旭ヶ丘の素直武雄くんのリクエストに応えてドワルスキーの一日を紹介しちゃおうね。ドワルスキーのモットーはよく眠りよく食べること。朝は誰が何と言おうと2時間は寝坊する。そして朝食に納豆定食を5人前。そして食後の運動、10時のおやつにたこ焼きを5人前。そして腹ごなしの運動、ランチはオムライスを5人前。お昼から約3時間の昼寝、3時のおやつに肉まんを30個。そして軽いトレーニング、夕食は2キロのステーキを5枚。そしてすぐに眠り、夜中の2時に夜食としてカップラーメンを10個。まあこれを365日繰り返しているわけだ。みんなもこんな生活してるとドワルスキーみたいな体になっちゃうから注意しようね。なんぞ言うたか。いやいや別に。それじゃまたね。おまけ教室の始まりだボット。さて今日は福島市渡辺真理子ちゃんのリクエストに応えてタイムパトロール隊のスペシャルハウスグランドキャッスルを紹介しようね。 VTR スタート。グランドキャッスルは日本の富士山の山麓にある。ここはタイムパトロール隊の家族が住んでるんだよ。敷地内には様々な商店街、近代的な病院や学校、そして人々が憩う美しい公園もあるよ。そしてここがマンション形式の住まい。それではちょっと部屋の中を見てみようね。ここはリビングルーム、豪華だね。こちらはベッドルーム、ここはキッチン、そして隣がバスルーム。あー、参った参った。ではまた来週。
おまけ教室の始まりだボット。はい、皆さんこんにちは。今日は芭蕉のお話にちなんで芭蕉の有名な句を絵にしてご覧に入れますよ。静けさや岩に染み入る蝉の声、荒海や佐渡に横たう天の川、さみだれを集めて林最上川、古池や河津飛び込む水の音、馬をさえ眺むる雪の足高な、春慣れや名もなき山の朝がすみ、名畑に花見顔なるスズメかな、涼しさやほの三日月の羽黒山。はい、ここまでです。どうかな、君はいくつ知ってた？それでは最後に私も一句、来週もまたまた見てね、ほんとだよ。それじゃあみんな風邪なんかひかないようにね、また来週。おまけ教室の始まりだボット。本日は東京都八王子市の佐藤美恵さんのお便りを紹介しようね。瀬戸口さんがよく言う練馬区の北条さんって本当にいるんですか？もしいるんならどんな人ですか？女の人だと思うけど、私より美人かしら。さて、どんな人か楽しみだね。まずいろいろな人に推理してもらおうね。まず西条隆さんの考える北条さん、次は水村十二さん、森中正春くん、梶ヶ谷光春くん。さあ、どの人のが似てるかご本人に登場してもらおうね。練馬区の北条さん、どうぞ。じゃ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 ん。本名北条政子、24歳、もちろん独身。そしてなんとお助けマンの原画やキャラクターデザインをしているんだね。いや、練馬区の北条さん元気そうね。僕ちゃんの心の人よ。じゃあね。おまけ教室の始まりだボット。さて、お助けマンも来週が最終回、どうなるか楽しみだね。お助けマンの正体が暴かれるか、それともお邪魔マンの正体が暴かれるか、それともトンマのマンとの正体はここに集まった人たちの中にいるんだろうか。トンナンチョウカ、ヒカル、ナナ、ヒネボット、アターシャ、セコビッチ、ドワルスキー、激ガスキー、果たしてこの中の誰なのかね。あ、でも待てよ、今週は全員集まっているところへトンマのマントが出てきたぞ。さあ、わからなくなってきた。みんなの推理はどうかな。トミー教官、お前だろ。え、とんでもない、私じゃありませんよ。じゃあ来週までによく考えてみてね。これが当たったら君は名探偵だ。じゃあまた来週、バイバイ。おまけ教室の始まりだボット。1年間にわたってお送りしてきたタイムパトロール隊お助けマンも本日をもちまして終了いたします。では出演者全員によるフィナーレです。どうぞ。トンナンシャーペー長官、ヒカル隊員、ナナ隊員、アターシャ隊員、セコビッチ隊員、ドワルスキー隊員、激ガスキー隊員、ヒネボット、トンマのマント、ドクターササヤブ、宮本体育部長、大田貫係官、おっと失礼、大貫係官。さようなら。